はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は全力高校でやっていきます。でコンセプトはまたですね、ミート102、守備102、呼吸102のキャラを作っていきます。で独身術もつけていきますということなんですけれども、編成がね前回とかなり変わってます。まずはですね、ミート上限はツノちゃんでいきます。30でつくのか。ミート上限アップはツノちゃんでいきます。で守備上限アップは、ジャスミン小高ちゃんでいきます。40レベルでつきますと。で補給上限アップはバス停前の田中山太郎くんでいきます。田中山くんも40で補給上限アップですね。で新屋敷で独身術を、取って、で一応全力高校に関してはやっぱりね、練習を固めるというのがセオリーではあるんですけれども、一応守備3と、あとやっぱりね精神が枯渇すると思うんで、今回精神2人入れてきてます。でショートなのでポジションが魔術師の、ドーモくんと、あと金徳が軽くてイベント経験点が多くて、精神も稼げるのみさんで、来てますというところですね。で不安なのはやっぱり筋力で、敏捷ポイントはもう捨てていきます。総力はもうほぼほぼ上げない方針で、行くので、なので今回はエプレミちゃんではなくて、ミート上限アップに関してはツノちゃんを連れてきてますというところですね。であともうちょっといろいろとポイントがあって、なんだっけな、あバス停前田中山くんは金徳が情熱エールか、滅多打ちになります。でね、滅多打ちの方を取りに行って、で滅多打ちの骸骨の固めがね、ジャスミン小高ちゃんのイベントで取れますので、まあ、これである程度経験点は軽減できるかなというところですね。でまあそもそも魔術師軽いでしょ、で気迫ヘッドも軽いでしょ、で滅多打ちもどうにかなるでしょ、で独身術に関してはもうちょっとしょうがないでしょ、でジャスミン小高ちゃんについては外角筆談を取っていきますという感じです。よし、じゃあやっていきましょう。まあ、精神多くないかっていう気はするけど、ね、そもそもシナリオ金徳がまず超ラッキーボーイで精神使うでしょ、とあと火事場のバカ力で精神使うんで、まあ、このくらいがいいんじゃないかなと思います。あの前入れをね、ドーモくんじゃなくて、一応筋力要員の挑戦者大谷も精神ボーナス持ってるんで、まあ、かつ筋力を稼ごうかなと思って悩んだんですけれども、ちょっと今回はね、精神重視でいきたいと思います。で角ちゃんが来たので、角ちゃんはちょっと最優先で上げていきましょう。監督が出るまでは、最初の方ってなんかなかなか追加が起きない気がするんだけど、気のせいかな。あとね、試合が始まると7月の1週以降もなかなか起きない気がする。で評価はどうしようかな。まあ2人上げていきますか。そう、あと新屋敷はね、守備力のコツを持ってるので、まあ、そこも今回の編成に関してはいいところかな。で2人死ぬので、矢部くんと白石くん、申し訳ないけど死んでもらおう。でラッキーボーイ、そう、挑戦者大谷くんはね、ラッキーボーイのコツをね取れるんですよ。なので結構悩んだんだけど、やっぱり精神できました。まあ、だからちょっとね、挑戦者大谷くんの方もやってみようかなとは思います。これはこっちでいいかな。やっぱり技術精神を稼いでいこう。これ通常イベントか。もう2回目が終わったね。よし、技術と精神。いやもうさ、競争心なんて取れないよ絶対。でコツ、角ちゃんか。そう、ドームくんのいいところはね、パワーヒーを持ってるっていうところですね。やっぱりね、ちょっとパワーチャレ用なんで OK、 パワーヒッターは欲しい。ただパワーがどこまで伸ばせるかっていうところは
結構未知なところはあるんで。で、監督が現れたので、つのちゃんがいるね、こっちにしよう。で、新屋敷のコツ。守備職人と意外性かなあと。普通のコツは。意外性。だから、数的には悪くないよね。まあ、これはこれで逆境ゲージを上げていって、メンタルにいるんで、ちょっとコツを回収しましょう。まあ、パワヒーを回収したからね。他は割といいっちゃいい。振られる男。振られる男？これ一番上。連打が取れたかな？精神もらって連打。だ連打もね。掴めるかって言ったらちょっと厳しいよね。つのちゃんはとりあえず乗った。つのちゃん乗ったんでもういいや。新屋敷はねイベントが進むとねあれくれるんで、言霊くれるんで、言霊でモテモテになるんですよね。女とは追わせるものと見つけたりだったっけ。ぜひ俺も言いたいものだけど。あと新屋敷はねこれもう来た。まあいいや、パワー全開だから最悪失敗しても40、失敗すると体力40減るんで、あれが40増えるっちゃ増えるんですよね。どうしよう、これ結構美味しいよね。稼げるところでちょっと稼いでいかなきゃいけないん で、 で新屋敷はあとそう精神ボーナスを一応持っているっていうのと、独身術の成功率は高いです。高いです。どうしよう、こっちでいいや。1回経験値に走ろう。だから本当は3タックをね1回やりたい、1回やりたいんだけど、2タックあたりでちょっと経験点回収に走ってもいいかな。でこれは回復しよう。であとは監督優先だね。かくらん、かくらんも重いからね。俺たちは男なんだ。テクテクテクニック、これ補給が上がるんだよね。いけ、失敗した。一層掴めるんだ。でここは魔術師を取りに行きます。おお、どーもくんも来たか。ただやっぱり監督はちょっと上げていきたいよね。今のところ体力全開なんで。で何にもない。あー、3人上がるな。3人上がって死ぬけど、ちょっと監督、監督は最優先。もうまた俺たちは男なんだ。ここら辺こまめに使っていこう。で守備職人で、守備職人は他にもね持ってる人がいるっちゃいるんですけど、ここどうしようかな。あー、監督、やっぱり監督。なんか来たんだけど、うーん、まあ元気になろう普通にね。で神谷くんが死ぬ。白石くんも、白石くんさっき死ななかったっけ。まあいいや、きっと何か不満があるんだな白石くんは。できればお新屋敷殺せるな。で守備職人は正直1でいいと思うんだよね。ちょっと見てみよう。65か。うん、1でいいや。でこれで新屋敷のコツは潰したんで、コツをくれれば守備コツ。怪我しちゃったけど、クソ、くんなかったか。完全に恨まれたな。てかつのちゃん告白は来てない。でジャスミン小高ちゃんは進めていきましょう。さて監督がいるな。一応全力練習もできるのか。こっちにしよう。飲んでも飲まれるな。ここはちょっと体力が減っちゃうけど、あ、そっか、あれ、あ、なんだ、え、なんか、なんか、こんなあったっけ。今日はクリスマスです。自分たちがサンタクロースでもいたいの。サンタクロースではありませんが、今日来たのはあなたにとって悪い話ではありません。は、
何これ、え、話聞いてみる。待って、まあ今日は他にやることないし一応話ぐらいは聞いてみますかと。クリスマスなら寂しい話ですね。あんたたちは俺に喧嘩を売りに来たのか。これ何、あの大丈夫が先に来たから。そんなあんたにゲドウ君からプレゼントです。ギョギョギョ、プレゼント、え、マジちょっと危なくね。飲み物、げ、超安全で怪しい、飲もう。ちょ、わかんねえけど。げ、なんか失敗した、え、げ、体力は減ったけど経験点にはなった。なんだこれ。え、マジ初めてなんだけど。超謎。こんなんあったんだ。多分まず彼女キャラがいないっていうのが条件なのと、大丈夫のイベントが終わってるっていうのが条件だよね。で、まあ、それなりに経験点にはなったね。お、大吉、まあ、今回一人なんでね、体力を回復しに行きましたと。少しあげるか、ミート。あ、もうミートのイベントがね終わっちゃったんであれですけれども、一流は一流を知る。セニハラがあるんで、あとあれか、粘り打ちをゲットして。そう、小高ちゃんね逆境持ってるんだよね。なのでコツはちょっと欲しい、まあ、安定はしないけど。チャンスか、チャンスも3じゃ取れないよな。で、田中山くんは金徳これですね、でした。で、めった打ちに進んでいきます。どうしようかな、ゲージも貯めたい気がするけど欲しい。体力を回復してあれを使おう、飲んでも飲まれるな。一応ちょっと練習を先に見る。あ、ここ人がいっぱいいるな。あ、新屋敷か、ちょっと新屋敷欲しいからな。回収しよう、コツをくれ。おい、で、ほこり。あー、監督がいる。うーん、のみさんのコツはいいや。じゃあどうしようかな、それはそれ、これはこれで。新屋敷がね精神乗ってるんだよね。1だけ上がるやつってある？あー、これか、何個持ってる、2つか、2つあるから1個使っちゃおう。俺たちは男なんだ、使えるときに使う。うん、いいね、もうワンタックだけど全然いい。一流は一流を知る、一流は一流を知るって。でもさ、使いどころがなかなか難しいんだよね。で、告白、ようやくか。あれ、少しミート上げたんだっけ。で、ここちょっと全力練習ができるな、やっておくか。技術が足りてない、やっぱり精神が余りまくってんな。ちょっと上げられるところに上げる。で、守備はね、守備コツが欲しいからね。じゃあこれを使う前に、飲んでも飲まれるなを使いますか。おい、追わせるものと見つけたり。新屋敷の評価が下がった。84% か、もみさんが来てんな。あー、ここ新屋敷殺せるな。まあこれはちょっと使うのもったいないよね。特に使うの、あ、逆境ゲージ上げてもしょうがないから、ちょっと新屋敷殺しておくか。よし、 OK、 3回目ダメ元。
ダメージもちょっと使いどころが難しいよね。どーもくん、監督がいるか、ちょっと監督やっとこう。なんかある？そもそも今逆境があれだからな。ダメ元使うか、一回練習、いや待って、使えるときに使おう。次なんかいい練習が来るかもしれないから。よし、ちょうど20。敵を知り己を知れ、二者択一。二者択一もなんか使っていい気がする。あー、新屋敷、ここいっぱいいる。新屋敷でも欲しいよ。くんないけどね、さっきから。よし、守備コツ。まあ、守備コツ1回でつかめるのがいいよね。2回だとちょっと確かに微妙なのはある。監督いないんで、ちょっとメンタルなんとかするか。3月の1週か。4月の1週が近いからな。セニハラがあるけど、あれがないんだよね。パルスが。パルスコンボはできない。30。そうだね、30くらいは。やっておいて。40あれば2個やって60か。ささやきやり。重いのばっかりだよな。よし、精神ポイントゲットして、どうよ。 OK、 こいつも成功率高いよね。でダブルタックか。ダブルタックの時はもうこれ使っちゃおう。行ける時に行く。それが今回の趣旨。ほいほい、行く。とりあえず100にはなったか。まあいいや、ほい。新屋敷が絡んでくれると精神が伸びるんだよね。で保健室に運んであげて。小高ちゃんはね、ちょっと経験点が少ないよね、イベント多い割には。でここは監督ってか、筋力やっぱり全然ねえな。筋力ないけど、まあなんか全体的に経験点が足りてる感じもしないからね。42% か。42% か。じゃあどうしようかな、いっか。ちょっとデートしよう。全然進んでないんで。で次4月の1週で遊びに行って、逆境ゲージ上げてまた進んでいこう。ちなみに3タックが来たらそっちやる。1タックやらない。で2つだよね。1個30のはずだから三振はねそんなにないはず。閉殺もないはず確かね。よし、4回目。ちょっとギリギリ感はあるよな。でこれはもう逆境ゲージが溜まってるんで体力を回復させます。で見よう、魔術師取っておくか。安い、31でしょ。技術31でこれもだいたい13、13、6だから30ちょっとだよね。 OKOK、 ちょっと待って、魔術師マジ安いな。これはちょっとどーもくんを連れてきた甲斐があるというもの。監督だな、つのちゃん。いやここも悪くねえけどな。173か。タックが来てるわけじゃないからな。ちょっと監督に行こう。ちょ、監督はもう早めに早め早めにやっておく。で金徳は終わり。経験点は増えてるよね。小高ちゃんか、コツ欲しいな。チャンスは潰せないからね、3じゃ。練習、まあまあまあ
敏捷もね全然稼げないからね。のみさんとどーもくんだったら飲んでも飲まれるなと。で監督やってここで190体には乗った。ダメ元で気迫ヘッドも掴んで、不思議な踊りの3回目なんでこれハトにして外角、ここはねそれなりに経験点くれるんで。新屋敷か、監督あと1回練習しとけばもう確実だな。2人だからね、どうしようかな。なんかある、それはそれ、これはこれも使いたいは使いたいんだけどな。一流は一流を知るが多分これ無駄になっちゃうね。パルスが来ないとダメ元も使う必要ないしな。ちょっと余りそうだな。これ監督もう大丈夫、ほっとく。あとはまあほっとくっていうか応援する。で男って単純ね、これ遠回しに聞いてみる。でアウトコースがもらえるんで、さてさてさてこいつらが一応燃えとるな。それはそれ、これはこれを使う必要はないんだよな。二者択一使うか。だいぶつもちゃんの評価が下がったと思うけど、まだまだ盛り返せる。田中山くん、これはもうあと真ん中でいいや。筋力と敏捷がまあちょびっとではあるけどもらえるんで、ここはこれにしとく。 1,2,3,4 人いるか。じゃあもうこれ使っちゃおう。それはそれ、これはこれ、5回目か、結構厳しいな。走塁、走塁とかもう足は無理なんだって。いいね、少しか。まあまあまあ、でも小高ちゃんここだな。でミントは102、守備力上げていくか。102でやっぱ精神、やっぱり足りてない、やっぱり足りてはないですか。なんだろうな、モテモテまだいいか、やる気が上がるからね、モテモテは。かく乱と今は今どうなってんだっけ。全力中だよね。よしで3人か、3名ですか。やる気1上げれば全員乗るね。やる気が1上がればこれモテモテになろう。もう女とは追わせるものと見つけたり、これツイッターの自己紹介のとこに入れとこっかな。でつむちゃんのデートが全然進んでないんで、それはそれでやっとかなきゃいけないんだよね。であと2回起こさなきゃいけないのか、きっちいな。正直きつい、正直きつい。これ使わないと無理だな。先に一番やりでやっとこう。どうする、だったらなんかデートでいい気がする。まだ2回目だからね。しかし俺はモテモテになったぞ。女とは追わせるものと見つけたりとか言いつつプレゼントしてるからな。 OK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 、 いいのが来てくれた。76か、
あ、ダブルタック、ただ3 2222、これでいいか。敵を知り己を知れ、これでダブルタックほい。でこれをね上にしておくと、でそうすると固め打ち。ちょっともう起こしてえな、20か20か、10だったらな、セミハンでいけたんだけどな。2減るやつだったな、パルスが2減るんだけどね、やる気が。どうする、これ使っちゃう、いやわかんねえ、使っちゃおう。ちょっとこれ起こしとかないとそもそも間に合わなそう。18でもったいないはもったいないんだけどね。でこれを飲む、うん、まあしょうがない、しょうがない。こっちは80か。気力ってどうなの、ちなみに。精神まだ使うよな、いやまだ使うね、いやまだ使う、独身術取んなきゃいけないんでまだ使うわ、これやろう。しかも独身術140使うからね。上にしとこう。もう監督とか関係ないからね、正直。機械性なんて使わない。で、一応全力にはなってるか。ここも5人いるな。いや、ただこっち。13、27。いやこっちだな。ちょっと待って、本当にこれ無理だぞ。ダメ元ってさ、自分のやる気が減ったら20増えんのかな、全力ゲージで2でしょ、で試合でしょ。ちょっと俺パワーいくつ、多分パワーね全然ないと思う。572 C には持ってきたいよね、ギリギリだな。肩も上げたいからね。で総力完全に捨てるでしょ、だ技術がやっぱ余ってんな。これはおごったりでもよかったかな。パワーヒッター持ってる、取ろ。よしこれでいきましょう。あとはちょっとデートデートデート、まあここで上がってくれるのは嬉しいけど、一応全力練習見る。あとだって3回でしょ、これ全デートしなきゃダメだから。で言霊でセニハラ、セニハラ使うか、ここら辺もちょっと使っとかなきゃまずいよね、超ラッキーボーイとか。一応セニハラ使って10上げとこう。いやこれは一応なんていうの、もう本当にゲージを上げるだけの役割で、空手とか1回でも来たら終わるからな。俺のやる気は上がった。でさらによ、ダメ元ってどうなの、ちょダメ元を使ってみよう。俺のやる気下がって、いや変わんねえ。いやこいつは死んでんな。でももうちょっと無理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 。あと一周余裕があったらな、死んだ段階でゲージが上げられたのに。これちょっと7回厳しいかもね。であとそもそも精神ポイントどうなってる、200か。技術が大量に余ってんな。うわ一番独身術取ろう。
全力学園攻撃に入ります。この回のトップバッターは森下、初球出てた、アウト。第3球打ちました、痛烈、入れば同点だ、伸びた、伸びていった、森下打ちました、これはいい当たり、センター。ワンアウトランナー一塁という場面、打った、初球打ち、アウト。ダブル全力。なんか高田くんにしてやられたな。だからここで増長するでしょう。で13でしょう。いや50くらい足んねえわ。これ怪我しなきゃ無理かな。いやここ2人死ぬんだけどな。ちょっとさすがに金徳こなせないのは悲しすぎる。でこれ評価乗る、ちなみにここね結構増えるはず、13増えるからね。そうかここで10か、33で怪我率0が2つあるんだよね。超ラッキーボーイは超ラッキーボーイで取んなきゃいけないから、でここで2人殺しとくか。能見さんのコツを取りつつ殺せるな。よしそうしよう、すまんな。で30、怪我してんのに一緒に頑張ってくれた能見さんが32の精神ポイントをくれて69。よしこれいったな、これで増長使えばギリいった。挑発取っておくか。で一番やりが取れない、なんで筋力が足んないのか。投げました、打った、これはいい当たりだ、ノーアウトランナー一塁、打ちました、痛烈、いった、ワンアウトランナーなしという場面、森下、これはいい当たりだ、いった、投げた、打った、宇宙側へのフライ、取ってアウト、スリー、全力。やっぱり精神2人連れてきて正解だったな。これでもちょっとね全部金徳抑えられるかどうか分かんないからね。でまずはちょっと増長使う、よし7回目。でメンタルがいねえ、メンタルが欲しかった。もう正直技術はいらないからな。じゃあこれクロガネか。でちょっと金徳から押さえていく、一番やり、うお精神使うか、意外に精神使う。で外角筆談は精神使わない、超ラッキーボーイと気迫ヘッド、精神が削られていく。めった打ちはあんまり精神使わないね。大丈夫か、なんかギリ抑えられそうだな。あと試合が2試合とエピログ経験点も見込めるから、カジバがどうなるかだね。3球はあっといった、トップバッターは森下、打った、強い当たり、3打点を挙げています。投げた、打ちました、掴みました、ランナー1塁に戻って2アウトランナー2塁という、来た、行った、入った入った、全力。あぶね、5点取られた時はマジで勝てないかと思った。よしカジバで最後メンタル来て、よしこれはもうちょっとメンタルに全てをかけよう。のびさん、あなんか使っとけよかったかな、なんかあったっけ、初タックか。いくつ骸骨なしだから200くらい使うかな、アイテムじゃねえや、ちょっと言霊なんかあったっけっていう何もねえや今日これ余りまくったな。一応なんか全員やる気一上がったこれ、はい一応みんなのやる気が上がったと信じたい。で
基礎値がマジかすすぎるな。その代わりだから取んなきゃいけないのは超ラッキーボーイでしょ。カジバ205、重い。めった打ちが取れる。その代わり全てを犠牲にした。筋力やっぱ足りなかったな。臨床は完全に捨てて、あと肩をどこまで伸ばせるかだね。ちょっとショートだから肩は欲しいっちゃ欲しいから。打ちました、レフト方向へ持って掴んで第3球を投げました、打ちました、一柳掴んだ2球投げました、会心の当たりアウト。完全にしてやられたな。やべえ、最後経験点こぼした。でも金徳は全部抑えたんだっけ。まあ8800か。そうだよね、そんなもんだよね。1枚いってくれると助かるんだけどな。かくらん安い。上り調子も4までいったから安いな。だからあとは金徳は抑えたかってことは、ちょっと肩 DD とかにはしたいんだけどな。 DD でいいか。技術がやっぱり余っちゃってんね。あのでかいところで400くらい稼げたからな。じゃあちょっと阿部比を直撮りするか。あとなんか技術的なもの、バントとかも取れるは取れる。ただ抑えたものがなんかあるかな。プレッシャー、あ、連打か。連打ちょっと抑えとくか。ささやきもせっかくだからやっとこう。これが限界かな。プレッシャーランドある。ドロー。うん、これが限界だな。あとはじゃあポイポイポイと30にはなった。というような感じですね。まあやっぱりちょっと難しいね。102102102で独身術を取ろうとすると、っていうかここ勝ち場と超ラッキーボーイがね意外にきつい。あの強化俊英の時はね、左キラーだったから、左キラーって精神使わないじゃないですか。まあ、その代わり他のものをいっぱい使うんですけど、大谷くんとかの方がいいのかな。ちょっと名前決めますね。ミート、また一緒なんだけど、結局ミート守備呼吸、呼吸がない、どれあった102の独身術と、まあ、とりあえず各1人ずつ102102102を揃えていきますか。ほい、まあ、S 級のちょい手前か。まあそんなわけでね、総力完全に捨てて、やっぱり筋力が足りなかったね。どうしようかな。ちょっと挑戦者大谷くんに変えて作り直してみようかなというのが一つ今ありますという感じで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。